ザザン、ポケモンモーションギャラリー新作のゲノセクト。しかもね、これね、なんとね、俺の大好きなミュウツーと海竜がいるんだよね。これやばくね、これやばいっしょ。俺ギャラドスと海竜めっちゃ使ってたの、ずっとね。もうずっとポケモンをやるにあたってはギャラドスと海竜、ミュウツー絶対使ってたから。あとリザードン、リザードンも欲しいんだけどね、リザードン。あとゲノセクトもいいね。あとね、ボッチャマもデザインが好き。ボッチャマね、かわいいよな、ボッチャマね。あとダークライ、ダークライもいいよね。ダークライすっげえかっけえかんな、あいつ。ダークライ、もうダークライそんなに強くないんだ、ダークライは正直。だからまあ、うん、でもデザインがかっこいいから、まあ一応ね、パーティーには入れてたっていう。でもえ、アイリスの海竜が出る場合もあるよ。おお、アイリスの海竜が出る場合もあんだって。ほらすげえ、海竜別バージョンもある。海竜いいね。しかもカードも入ってるらしいよ、カードも。ということで、ミュウツーか海竜狙い、あとリザード、この3つのどれが出てくれれば俺はね、喜びのた打ち回り。頼む、きっと海竜来た。いや、マジめっちゃ、あ、でもラムネか、これラムネだ。ラムネは食べる必要はないから食べよう。ラムネはちょっと、よし、もう海竜が出たことをね、祝い祈ります。うん、うまし、うまし。え、カード見ようぜ、カード。お、ふん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 。あ、ゲノセクトもいいけどね、海竜やったぜ。見て、ドラゴンポケモン海竜、タイプドラゴン飛行、高さ 2.2m、 重さ 210kg で、難破した船を陸まで導いてくれる海の化身と呼ばれている。いいやつなんだよ海竜って。この可愛い顔見て。この広い海のどこかに海竜だけが集まって暮らす島があると言われている。情景は大空を飛び回る海竜、海竜、海竜。いや、いいね、すっげえかっけえ。これギャラドスあればな、ギャラドス、ギャラドスクソ好きなんだよね、ギャラドス。ギャラドスとね、ミュウツー、いやでもミュウツーも欲しい。これ絶対ミュウツーゲットしよう、マジで。もう全力出してミュウツーゲットしよう。いや嬉しいな。ミュウツーの覚醒バージョンも欲しいね。すごい、早速ね、ちょっとこの台座に乗せようぜ、台座に。きたー、海竜マジ嬉しい。やったぜ、欲しいのゲット。見て、おー、海竜だぜ。みんな見てくれ、海竜、この可愛さ、この可愛さプライスレス。ちょ待って、乗せよう、ポト。ほほほほ、すげー可愛い、見て。いやこれ宝物にしよう、マジで。そう、かわいい海竜です。あとギャラドスもあればな。あとね、ゲンガーも好きなんだよね、地味に。ゲンガー、ゲンガー使ってたな、ゲンガー、ゲンガーもすっげー使ってたな。ギャラドスほどではないけど、俺ギャラドスマジで、だってさ、ギャラドスってすごくない？もう進化する前、コイキング、コイキング、ザコじゃん、あれ跳ねるしかできねえって、ザコ。あれが進化してギャラドスになってさ、やたら強くなるって。もうそこがいいんだよね、弱いやつが強くなるっていうの、あのあれ、その過程。もうギャラドス昔から好きでないよ、すっげえ使ってた。ギャラドスはでもないというね、この奇跡。ギャラドスはいないという、ギャラドス不在、ギャラドス不在の中どう頑張るか。海竜ゲットしたから、あとはミュウツーだね、ミュウツーとリザードゲットしよう。ということで、今回はやったぜ海竜ゲット。ということで、また次回ミュウツーかリザードンでお会いしましょう。海竜バイバイ。いやすげえ可愛い海竜、見てこの可愛さ。